竹岩龍の御事、火山を制し恵みを与える神様。竹岩龍は阿蘇山を制する神様。阿蘇山というと煙が上がっている火口を想像する。しかし本当の火口は阿蘇カルデラ全体である。その大きさは世界で有数のカルデラであり、世界第2位と言われる。その火山口であるカルデラに鉄道を引いて5万人の人が移住していることは他に類を見ない。このカルデラはおよそ9万年前に最後の大噴火を起こし、山口の萩まで被害を及ぼした。この火山を制して田畑を作り豊かな国づくりを命じられたのが、初代神武天皇の孫である竹岩龍である。竹岩龍は阿蘇神社の祭神で、この神社は約2300年ほど前に創建された。また竹岩龍の子供である阿蘇氏の子孫が現在も大宮司を務めている。つまり天皇家の直系である。この竹岩龍はカルデラにとどまっていた湖をなくして田畑を作ろうと考え蹴破った。その水が流れ見事に田畑を開拓した。阿蘇カルデラは今も水が豊富で、阿蘇神社周辺では今も湧き水が流れ、白川水源は毎分60トンと言われている。人口73万人の熊本市では湧き水を水道水の水源として使われている。このように竹岩龍は火山を制して水をもたらし、田畑を開拓した神様である。出雲に大国主がいるように、阿蘇には竹岩龍が国づくりを行い、多くの民に恵みを与えた。今回の地震で熊本県内に大きな被害を及ぼした。さらに重要文化財で日本三大楼門の一つである楼門と拝殿も倒壊した。しかし阿蘇山の噴火を鎮めるために阿蘇神社の祭神である竹岩龍がその荷を背負って噴火を制したのではないだろうか。このように時代とともに様々な困難が降りかかる。人災、天災、飢餓、不況、戦争、様々な困難を乗り越え今日という日を迎えている。それを私たちの時代で終わらせるわけにはいかない。同じように私たちの祖先は守ってきた。人は何かを得ることに喜びを感じる。しかし既にあるものに喜びを感じるものは少ない。それが突然失うと人は全てを失ったようにうろたえる。それほど当たり前のようにあるものは私たちに大きな恵みを与えている。すでにあるものに感謝する、その心が私たちに多くの恵みを与えてくれる。その源を与えてくれた竹岩龍。もう一度言う、本当に私たちの代で終わらせてよいのだろうか。あなたの周りにもたくさんの神社があるはずだ。それらの神社も同じように終わらせるわけにはいかない。私たちの祖先が大切にしてきたものを次の世代につなげる。それがすでにあるものに感謝する形ではないのだろうか。